これらの兆候は不気味で、ロシアがウクライナとの戦争延長の準備をしていることを示唆しています。ヨーロッパの一部の政府は、この展開に懸念を抱いており、それを自国にも拡大する手段として、他国の政府に加わることで自らを守ろうとする動きをとっています。それは起こり得る結果のように見えますが、気をつかれない要塞役の事態に備えておくのが賢明です。最も可能性の高い結果について推測することはできますが、どのような意見であっても、それが危険な状況であることは間違いありません。しかし、この状況は地球よりも大きな力によって常に注意深く監視されているため、手に負えなくなることは、決して許されないことをご安心ください。あなたの役割は、起こっていることに怯えている人々に、いかなる状況でも地球の破壊は許されないと安心させることです。いつも通りに日々の活動を続け、できる限り恐怖が生活に入り込まないようにしてください。それはまさに、低波動の人たちが強さを得るために食べるものです。すべての人々の間で光の灯台になれば、あなたも彼らを高揚させるのに貢献できるでしょう。今取られる行動が結果を左右するため、今後の日々は非常に重要なものとなるでしょう。長期的には自分がどちらの側につくのかを決定しなければならない清算の日が来るでしょう。私たちはあなたに代わって選択することはできませんが、最終的には全てが満足のいく結果をもたらすという正しい信念のもとに、あなたが前進するよう促します。チャンスはそこにあり、あなたが引き戻そうとする試みを乗り越えるような対応をしてくれることを私たちは確信しています。光と闇の戦いにおいて、闇の者たちが常にあなたを試していることを、あなたは今までに認識しなければなりません。あなたから遠ざけられてきたことがあまりにも多いため、あなたは自分が光の者であることを知らずに、または認識せずに自分の立場を受け入れ、闇の者たちがあなたのより低いエネルギー、振動を糧としています。それは彼らの生命力であり、ゆっくりと減少しながら、彼らは徐々にその力を失っています。光が彼らのエネルギーを否定するほど強力でない限り、このように続くでしょう。そしてそれが私たちがあなた方を助けていることです。しかし、より低いエネルギーは戦争行為によって、強化されるため、私たちは全ての光の魂が常により高いレベルの振動を保持することを望んでいます。あなたが参加している戦いは現実的なものであるため、闇の勢力の活動の影響を軽視しないでください。彼らは他に生き残る方法を知らず、ある意味では命のために戦っています。これは光と闇の間の古い戦いであり、最終的には光が勝利したと言えることを嬉しく思います。ただし、サイクルの終わりには、このような素晴らしい機会が再び訪れるまで長い時間がかかるため、結果が非常に重要であることを心に留めておいてください。次のサイクルでアセンションする別の機会が常にあることを理解してください。それはまだ先のことですが、準備ができていれば誰一人としてその機会を拒否されることはありません。あなたには試練の時がいくつかあるので、それに備えて心の準備をし、あなたの成功を阻止しようと必死にしている闇の者たちの攻撃に屈しないようにしてください。あなたの目標からあなたをそらす試みは非常に巧妙なものであるため、注意してください。彼らはあなたに警戒を緩め、あらゆる手段を講じてあなたの行動を止めるよう誘惑します。彼らの戦術を認識することは、事前に準備を整え、
あなたを引きずり下ろそうとする彼らの試みを阻止できるようにすることを意味します。当然のことながら、彼らは決して諦めませんが、地球が宇宙の新しい領域に進むにつれて、ポジティブな波動も上昇し、あなたを不安にさせようとする彼らの試みを打ち消すためのより多くの力をあなたに与えます。多くの人生を通じて、これほど多くの経験を積んできたのに、なぜ今は平均的な人間にしか見えないのかと不思議に思うかもしれません。主な答えは、あなたは自分が計画した人生を歩むために必要なスキルを持って転生したということです。そうすることで、他のことに気を取られることがなくなり、直面するであろう、より重要な問題に集中することができます。転生する前に自分の人生計画を見直し、自分の任務に向けて十分な準備ができていることを理解してください。あなたはガイドと共に自分の計画を実行する能力に完全な自信を持って転生し、この知識によって慰められます。あなたの人生計画のすべてが行動に満ちているわけではありません。時にはあなたはむしろ観察者であり、その存在が他の人に有益な影響を与えるのに十分な場合があります。明らかに進歩を続けるために立てられた多くの計画を実行するには、あらゆるタイプの人間が必要です。非常に多くの魂による大規模な運動があり、それが集合的に人文科学の進化を保証します。しかし、非常に多くのネガティブな魂があなたを引き止めようとしており、あなたがどれほど簡単に進化の準備をすることができるかを、あなたが知るのを妨げようとしています。実のところ、ネガティブな魂はあなたの行動に挑戦し続け、あなたの進歩を妨げようと最善を尽くすという役割を果たしています。長期的には、光は常に彼らに対してポジティブな影響を与えるでしょう。しかし、人生には自分自身を楽しむ機会がたくさんあり、首にボールやチェーンをかけておくことが目的ではありません。母なる地球は、人類が母なる地球への配慮を欠いているにもかかわらず、美しい惑星であり、他のほとんどの惑星よりもはるかに多くの美しさを備えています。田舎を散歩すると、その驚くべき色彩と、多種多様な花や植物に本当に驚かされます。地球がどれほど美しくなるかを示すために、種がまかれ、配置されていた時、動物や多くの生命体は自然の完全なバランスを保つためにそれに続きました。様々な花や木々を見てください。その数は何百にも及びますが、それはすべて最終的に人類が到来するために計画されたものです。地球が存在する素晴らしさ、美しさ、多様性とともに何らかの偶然の方法で進化したとは考えにくいです。あなたが想像するよりもはるかに多くの管理と計画が行われており、自然に関する人間の無関心にもかかわらず、それは今日まで続いています。しかし、それは非常に頑丈であり、自然であろうと不自然であろうと変化を克服するのに十分な強さを持っています。自然が関わるところで自分が手に入れたものを大切にしてください。少しの助けがあれば、自然は美しく成長し、さらに多くのものをあなたに与えてくれるでしょう。自然界では、自然の健康食品に加えて、あなたが経験する多くの健康上の問題に対する自然な治療法を数多く見つけることができます。人間が健康に自然に生きるために、すべてがどのように設定されているかが分かり始めたでしょうか。あなたの科学的食品は合理的ですが不健康であり、体が安全に処理できるように少量を食べるのが最善です。文字通り光を栄養とする体には、やがて固形食品が全く必要なくなるでしょう。
愛と祝福をあなたに残します。光があなたの日々と完成への道を明るく照らしますように。このメッセージは私のハイアーセルフ、私の神なる自己を通して届き、すべての魂は神と同じつながりを持っています。愛と光の中で